とサローリンカモノセラータは、千鳥目、海スズメ科に分類される海鳥の一種。分類上は一種だけで、ウとう属サローリンカを形成する。アイヌ語で、突起という意味がある。また、うとは、無関係で、ウとウではなく、ウとうと発音する。北日本沿岸からカリフォルニア州までの北、太平洋沿岸に広く分布する。日本でも、北海道の手売り島、大黒島。 お島小島、岩手県の椿島、宮城県の足島などで繁殖する。手売島は約100万羽が繁殖すると言われ、世界最大の繁殖地となっている。足島は日本での繁殖地の南限とされ、陸前江の島の海猫及び宇宙繁殖地として、手売島海鳥繁殖地とともに、国の天然記念物に指定されている。体長は38センチメートルほどで、 鳩よりも大きい。頭から胸、背にかけて、海国色の羽毛に覆われるが、腹は白い。くちばしは、やや大きく大色である。夏はでは、上のくちばしの付け根に突起ができ、目とくちばしの後ろにも、眉毛と髭のような白い飾り輪が現れて、独特の風貌となるが、冬はでは、くちばしの突起と飾り輪がなくなる。体の大きさは、角目取りや、 エトピリカ程度であり、退職は、エトロフウミスズメなどに似る。批判食器は、沿岸の海上で小さな群れを作って過ごすが、南下する個体もおり、本州沿岸などでも観察される。他のウミスズメか同様、潜水してイカナゴなど、小魚やオキアミ、イカなどを捕食する。潜水能力は高く、翼を使用して、水中を泳ぎ回ることができる。個体に、 震度計を装着した研究によると、水深60メートルまで潜り、また2分間の潜水時間が観察されている。繁殖地では、断崖の上の地面にコロニーを作り、深さ1メートルから5メートルほどの穴を斜めに掘って、スッとする。メスは1個だけ散乱し、両親が交代で45日放卵し、ひなが孵化すると、巣立ちまでの約50日間餌を運ぶ。 この時期は毎日夜明け前に、巣穴から一斉に、親鳥が飛び立ち、夕方暗くなった頃に、イワシやイカナゴをくちばしに大量にぶら下げ、鳴き声を上げながら帰ってくる。暗い時間帯に巣を出入りするのは、餌を横取りする、カモメ類や捕食者への対応策と考えられている。子を奪われると泣くという。親が、うとうと泣くと、子が、安方と答えると言われる、伝説上の鳥、 右頭や姿があり、右頭はその略称としても用いられる。ありがとうございます。